きこんにちは、コーキーゲームズのこうちゃんです。今日はね、お父さんに秘密で内緒のものを作ろうと思います。お、だいぶ開けちゃう。よいしょ、これでよし、一回寝ます。これ、まあ見てわかる人もおるかもしれん。父さんをね、捕まえます、逮捕する。まあ悪者用でもあるけど、お父さん用でもある。丸石と石炭を焼いて、綺麗な石、この石をこうクラフトすることで石レンガが作れます。この石レンガをトーン、よし、そしたら木もちょっといるんだよな。あとレバー、牢屋を作るから相手を閉じ込めるためのものは必要。あれ、これか、あ、ツルハシ、ツルハシ、おーい、ツルハシ持ったままお父さん抜けちゃうやん。な、大変だな。もうツルハシ作りからオッケー、家の形とかは関係なしにここを敷き詰めます。全部じゃない、少しの範囲。そのためには木も掘らないといけない。1日目は木をたくさん掘ろうと思います。うわー、なんで雨降るの。これでどうなるかな、ちゃんと雨が止んでたら。止んだ、木を掘りまーす。よし、切りました。74個、これをポン、でん、オッケー、こんくらいあったら足りる。うぅ、だけは絶対に入れん。あ、やばい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 、これでいいや。焼けてる。ずっと
え、うるさいんやけど。はぁ、あ、って。はぁ、あ、はこっちだよ。トントントン。トントントン。ふぅ、安全は守られた。よし。うわ、くーら。ここにね、しっかりと明かりを。暗いとモンスターが湧いてしまうので、石焼けたかな。焼けてる。これでもうすぐ完成です。くるりんた。よし、最低限のものは置いてあげよう。そうや、こうちゃんが旅で使っちゃったベッド。このベッドを置く。松明で明かりもつけて、接合紙もしっかりと。ここは頑丈な鉄の扉。この中に入れてレバーを閉める。はい、というわけで今回は家にこうちゃん一人で、今度お父さんと一緒にやるときお父さんを捕まえる用の牢屋を作りました。これでね、また今度お父さんに仕掛けて遊んでいきたいと思います。それじゃ次の動画もまた見てね。バイバーイ。